日本大学芸術学部の写真学科の浅井です。今回の作品は日本大学芸術学部が作成している研究誌紀陽に掲載した作品です。紀陽は国公立私立大学、それから博物館、美術館、図書館などに配布しているものです。多くの方にご覧いただくことがなかなかできるものではありませんので、今回このソニーイメージングギャラリーで開催することになりましたので、多くの方に見てもらおうと再構成いたしました。はい、この S ワールドは私がライフワークにしている楽しむ写真というのをベースに、ヨーロッパの景観を車をキーにした形でスナップしたものです。こちらのテイクアピクチャー、こちらも楽しむ写真へということで、自分自身の記念写真ではなくて、一般の方々が撮影している記念写真、そこまで含めた景観を取り込むことで自分の記録としているものです。以前に個展でヨーロッパの舞台を中心にしたテイクアピクチャーを発表しておりますが、今回はアメリカのニューヨークをベースにしたものを構成しました。それから同じく楽しむ写真へ3になりますけど、こちらは日本の国内の訪れた場所の景観を、やはり人々の記念写真を撮っている風景を交えて自分の記録とした形で作品にしております。今コロナ禍においてなかなか海外にも行けない、国内の旅行も行けない中で、ぜひソニーイメージングギャラリーに来ていただいて気分を味わっていただければと思います。ぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。日本大学芸術学部写真学科の田中里美と言います。よろしくお願いします。今回の作品のタイトルはレイコックソルトプリントと言います。レイコックとは、イギリスの、地名ですね。ロンドンから列車で1時間ぐらいとバス乗り継いで30分ぐらいのところにある、ちょっと田舎の村なんですけれども、写真史的には非常に重要な地なんですね。まあ、ここに、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットという人が、住んでいて、そこで、ソルティッド・ペーパー塩化銀紙というものを、誕生させます。まあ、この、塩化銀紙をタルボットの地に改良していって、現代のフィルムでいうネガポジ法の原点となったカロタイプというものを開発します。そこに、開発していた場所がレイコックで、彼が住んでいた館をレイコックアビーと言います。でこのレイコックアビーで、塩化銀紙を誕生させるんですけれども、今言ったようにカロタイプというものの最初の、観光材料として、誕生させるわけですから、もう写真の本当の原点と言ってもいい技法なんですね。で、まあ彼はこの技法を、まあ、記録として残っているのは1835年に、こちらの方にあります、格子窓というものを写したという記録が残っています。で、まあ、彼はこのカロタイプという技法の特徴をうまく利用して、後に、自然の鉛筆ペンシル・オブ・ネイチャーという写真集を、世界最初の写真集ですね、を出すんですけれども、まあ、その中の写真にもこのレイコックアビー、彼の住んでいたところがかなりこう写されて入っているんですね。まあ、要するに今回の私の作品は、塩化銀紙が
誕生した地を、私が撮ってきたもの、それをまた、誕生した地の技法で、塩化銀紙で、プリントしたというものなんですね。で、まあ、塩化銀紙というのは、非常に、単純な薬品構成でできています。もう本当皆さんよく銀塩なんていう話を聞いたと思いますけれども、まさに塩と銀で構成されている観光材料なんですね。で、まあ、正確に言うと、塩と硝酸銀で、できているんですけれども、もうこの2つの薬品があればこのような画像ができてしまうというものなんです。非常に単純なものなんですね。で、まあ、今回、この作品を作るに際して、身近なもう本当に食塩ですね、皆さんが、通常食事に使う食塩と硝酸銀、それに、まあ、紙に、画像が染み込んでしまうのを防ぐためにゼラチンを使ってるんですけども、このゼラチンに関しても、お菓子で使うゼラチンを使っています。ですのでもう本当に、単純なもので構成されていて、まあ、今回、まあ、作品として仕上げるためにそれだけだと少し画像がだんだん薄くなってくるのが早くなるために、緊張色というものを使って少し画像を固定しております。まあ、でもそれだけの大体薬品でできてますので、非常に、単純な薬品でできています。まあ、ぜひ、写真の原点の、技法を堪能していただければというふうに思います。これからどんどん発展していって、浅井先生や、服部先生の、技法につながっていくわけですけれども、写真の原点というものをぜひご覧ください。はい、皆さんこんにちは、服部です。今回展示しておりますのは、キューバの写真です。中米の島国のキューバです。キューバは、多くの写真家の方が写真を撮って発表されています。きっとそれだけ写真家にとってとても、まあ、被写体として魅力のある国なんだと思います。今回僕が展示しましたのは少し古いちょっと前のキューバなんですけれども、見ての通り、カラー写真ネガカラーフィルムで撮りました。多くの写真家が引きつけられるのと同じように僕もここを旅行してとても、楽しかった思い出があります。そして、写真家としてもすごく写真が撮りやすかったです。写真を見ていただくと分かる通り人物写真の、スナップポートレートを集めました。まあ、街ですれ違ったり会った人に気軽に声をかけて写真を撮りました。そういうことができる国は実はそう多くはありません。ここはとても、写真が撮りやすく、そして撮っていて楽しい気持ちになるような国でした。そういうところを写真に表れているととても嬉しく思います。写真のコメントにも少し書きましたけれども、その時はですね、そうやって楽しく写真撮れることが当たり前のように思って、特別な気持ちはなかったんですが、今思い出しますと、もう今ここのキューバに行ってももう同じように撮ることはできないかもしれないという気がします。日本も世界も全部そうですが、時間が経てば時代も人の気持ちも変わっていきます。ですから、今から見るとこれは随分貴重な写真なのかなという気も今ではしています。それからですね、さっきネガカラーで撮ったという話をしましたが、ネガカラーはですね、最近若い学生さんを、見ていてもそうなんですが、数年前と比べてもフィルムで撮りたいという学生さんが増えてきているように思います。それは、私たちのように、フィルムを愛好しているものとしてはとても嬉しい気持ちになります。皆さんがフィルムを、魅力を感じるのは、いろんな点があるかと思いますが、ネガカラーフィルムの特徴はデジタルに比べたらとても柔らかい調子ですね。
滑らかなトーンと柔らかい調子ですね、そういったものがネガカラーフィルム特有の、まあ描写じゃないかなと思います。ですから今回はぜひ会場に足を運んでいただいて、ネガカラーフィルム特有の柔らかいトーンを見ていただけると嬉しいかなと思います。特にですね、ネガカラーの特徴が出るのは、ハーフトーンの部分、それから、天気がいいこういう写真なんかももちろんいいんですが、曇りの日とかですね、日が沈んだ直後のまだ街がうっすらと明るさが残っているあたり、そういうようなですね、微妙な空のトーンなんかがとてもネガカラーらしい綺麗な色が出ています。そういったところもぜひ会場で見ていただきたいと思っています。それからですね、おまけなんですけれども、左側にちらっと見えますが、こちらでですね、ソニーの 4K テレビを使って、こちらはまたキューバとは別のアフリカの写真のスライドショーを BGM 付きでずっと上映しています。こちらはまたキューバとは違ってアフリカの写真なんですけれども、こちらの方のスライドショーもぜひ会場に来て楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さんのご来場をお待ちしています。ありがとうございました。